6月9日木曜日の全国の天気をお伝えします。北日本や東日本は雲の広がるところが多く、特に東北や関東地方は雨が降り強まるところもありそうです。東海以西では広く日差しが期待できます。ただ午後は山沿いを中心に急な雨や雷雨が心配ですので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また東北や関東は日中比較的過ごしやすい体感ですが、晴れる西日本ほど昼間は気温が上がり汗ばむ陽気となります。こまめな水分補給など熱中症対策は万全に行ってください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。